ジョン・ハワード・ゲッティ・ジョンソンは1970年代のアメリカ合衆国プロリーグ NBA で活躍したアフリカ系アメリカ人の元バスケットボール選手。ミシシッピ州カルタゴ出身、アイオワ大学卒業。ポジションはスモールフォワード、身長201センチメートル、体重91キログラム。アイオワ大時代最終学年に平均27.9得点を挙げ。 終身記録を作ったジョンソンは、1970年の NBA ドラフトで7位指名を受けて、クリーブランドキャバリアーズに入団。ジョンソンは1年目からスコアラーとして活躍し、ルーキーシーズンから16.6得点6.8、リバウンド4.8アシストを上げ、オールスターにも選出された。2年目には、キャリアハイとなる、 平均17.0得点7.7リバウンド5.1アシストを上げている。1973から74シーズンに、ポートランドトレールブレイザーズにトレードされ、ブレイザーズでも主要な得点源として活躍したが、1975から76シーズンのヒューストンロケッツ遺跡を、前後して、パフォーマンスの低下が見られ、ロケッツでの2シーズンはいずれも平均得点は2桁を、 下回った。ロケッツで3年目を迎えた1976から77シーズン開幕直後にジョンソンはシアトルスーパーアーソニックスにトレードに出された。シーズン中にボブ・ホプキンス HC が解任され、後任にジョンソンにとってはキャバリアーズ時代のチームメイトであるレニー・ウィルケンズが就任。ウィルケンズは チームの改革を進め、彼はジョンソンを先発に抜擢した。ジョンソンは現在でいうポイントフォワード的な役割を担い、またベテランの域に達していたジョンソンは、大半が若い選手のソニックスでは、リーダーシップも発揮した。ジョンソンが先発に抜擢される前のソニックスは6勝17敗だったが、以降は41勝18敗と勝率を大きく向上させ、また、 ジョンソン自身も10.6得点4.0リバウンドと成績を回復させた。ウィルケンズのヘッドコーチ就任後は勝率8割以上を記録したソニックスはポストシーズンを勝ち抜き NBA ファイナルに進出している。翌1978から79シーズンにジョンソンは11.0得点4.4アシストを上げ。 チームも52勝30敗の好成績を記録。チームは再び、プレイオフを勝ち抜き、ファイナルに進出。前年のリベンジマッチとなる、ワシントン・ブレッツとの対戦でジョンソンは大いに活躍し、第2戦では17得点11リバウンド、オーバータイムにもつれた第4戦では、 チーム杯となる50分の出場で9リバウンド13アシストを挙げ、ソニックスの初優勝に大きく貢献した。ジョンソンは1982年に現役から引退。NBA12 シーズンの成績は869試合の出場で通算11220得点4778リバウンド3285アシスト。 平均12.9得点5.5リバウンド3.8アシストだった。2016年1月7日、エーミン。ありがとうございます。